韓国ヘアアレンジ、予診盛り基本の巻き方、韓国風前髪、ヘアケアまで、超簡単テクニックを解説。韓国巻き髪のヘアアレンジで代表的な予診盛りをはじめ、韓国ヘアがヘアスタイルのトレンドになっています。大きなカールが特徴的で、顔周りをアレンジするだけで華やかで女性らしい印象を作ることができます。顔周りのコンプレックス、頭頂部の薄毛など、髪悩みにも有効です。そのヘアアレンジは、どのように作られるのか。簡単なテクニックを徹底解説します。ハッシュタグ韓国ヘアは、インスタグラムのタグで216万もの投稿があり、日本でもトレンドのヘアスタイルになっています。代表的なのは、予診盛りと言われる、大きなくびれカールのロングヘアですが、現在はショートやミディアムなど髪の長さに関係なく様々なヘアアレンジが広がっています。韓国ヘア人気の背景には、女性の美しさをナチュラルに出せることが人気の理由に挙げられます。薄毛などの髪悩みや顔周りのコンプレックスをカバーしながら、どんな人にでも似合うスタイルを作ることができます。ショート、ミディアムも、スタイルの幅が広がる、韓国ヘアアレンジ。予診盛りとは、女神ヘアとも呼ばれる人気の巻き髪アレンジです。ふんわりとしたトップ、顔周りのくびれカールが特徴的なスタイルです。流れるように緩やかな巻き髪で、大人っぽく華やかな印象を作ることができます。